それから仲のいい友達と河原で水遊びをしたの。友達じゃないし仲良くないけど。ちょっとってマリ、余計なこと言わないで。あっち行ってなさい。友達に対する態度じゃなくない？ごめん梅、なんでもない。え、川遊び？それはね、実は私気がめいることがあって落ち込んでいたんだけど、そしたら私の親友が学園の河原で遊ぼうよって言ってくれて。私はサキの親友だった？大好きだけど。そう。何照れてるの？うっさいな。うえい、サキちゃん、親友同士今夜は一緒に寝ような。うっ、何よことね。食悪いわね。梅に仲良し自慢したいんじゃないんかい。そんなわざとらしい演技で私の妹が騙せるわけ。お姉ちゃんのエッチ。マジでどういうことですか。サキとコトネが一緒に寝るのはエッチなんですか。梅さん、了解です。姉のあんなことを想像して梅ちゃんの脳が破壊される。意味あり。親友同士一緒に寝るだけでエッチという結論になるのはおかしくないですか。梅さん、一体何がどういうことでエッチなあれに想像が至ったのか、今節丁寧に説明を求めます。私は今冷静さを欠こうとしています。梅ちゃんはエッチの血ってことですね。先が琴音と一緒に寝るのをエッチなこととして捉えてる梅は、お姉ちゃんと一緒に寝てる時はエッチなことしていたという理解でよろしいか。こと先&先ことはあります。琴音は先の親友以上の関係だった。琴音もまんざらでもなさすぎて過去最高に指の波動をビンビンに感じてしまった。夏を満喫するわよのコメ読んだけど、やっぱり先と琴音のコンビ好き。先って実は大好きと明言しているのピート梅と琴音だけなんだよね。琴音と先の攻め受けどちらとも言えそうな関係性みたいなの好き。これの手まりバージョンが見たい。手まりがみすずに電話で川遊びを自慢してる時に琴音が先の時と同じこと言うの、今ここで上司を殴ったらどうなるんやろくらいの気持ちで見たい。また脳を破壊されるみすず。学園に水遊びができる河原があること、もちろん知っていたわ。つまりいつ何時水遊びで勝負を挑まれても受けて立つ準備があるというか。不意打ちですって。工場の途中で攻撃するなんてことね。アイドルの矜持がないの。をつかれなきゃこのもの。うわ、水鉄砲って避けられるんだ。きっと私世界で一番水遊びが強いアイドルね。さあ二人がかりでも構わないわ。どこからでもかかって。ことね、今でかした手張り。花見咲さん、水をぶっかけられまくってしまう。こんなに可愛いブベベベッベベベベがあるかよ。悟空手まり、ピッコロことね、ラディッツ咲。能力が強すぎる咲を打ち負かすべく月村と琴音が連携図って完全に一泡吹かせてるの受けるな。この後手まりごとも観光殺法で貫くんだよね。琴音アイドルの矜持などない。サキさん当然のように不意打ち以外の水鉄砲は全て見切ってかわせるの、さすがに超次元スポーツ漫画の住人すぎる。それでも2人がかりだとやられっぱなしでなすすべなくびちょびちょにされる。お姉ちゃんひらめいた。なんというかそのふ水鉄砲も最強のサキちゃんを仕留めるために2対1に持ち込んで片方が羽がいじめ、もう片方が抵抗できないサキちゃんを打ちまくる作戦でいく。手まりことね、ちょっと構図がエチチすぎないか。手まり程度の身体能力があれば隙さえついたら花見先を羽がいじめにできる。梅さん、エッチなのはこういうことを言うんですよ。先の吸いかけられる声でしか摂取できない栄養素がある。
今回のガシャ当たりすぎるだろ、コメも性能も。琴音の水着パンツ、紐のところで二重になっているのを確認しました。く。サキさんがでっけえ水鉄砲持ってて愛おしいね。琴音さんのとサイズ感全然違うし、わざわざ強そうなの選んだのかもしれない。水かけられたり突進されたり笛打ちしえボトルされたり傘に急に入られたりやられてばっかのサキさん愛おしいな。てまりこれで4回連続新規サポカ出現中とか、どんだけ夏を満喫したいんだよ。学園アイドルマスター、好評配信中です。ご視聴ありがとうございました。